成功した回数だからね、やっぱりすごいなと思いましたね。日本のプロ野球界で初めての記録だし、長年ねやってきたやっぱり積み重ねですから、敬意を表しますやっぱりね。プロ3年目、85年ヤクルト戦でした。ピッチャーの愛が取って一塁になります。ベースカバーの丸川が、その後コツコツとバントを積み重ね、98年8月には452犠打の日本記録を達成した。そんな河合に対して、ほらてめえはバント切れてくれるわこの野郎、悔しかったら打ってみよう。なファンの心ない野次、しかしバント練習を続けたその裏にはこんな教訓がありました。手習いは坂に車を押すがごとし、練習を怠ればその瞬間に今までの苦労は無駄になる。河合は父定一さんのこの言葉を胸にバントを積み重ねました。